今回の不正を受けまして現在 JR 貨物全国のコンテナ車両およそ7000両運行をすべて停止しているんですね北海道にも当然大きな影響ですその道内の中心部にあたります札幌貨物ターミナル今の様子中継でお伝えします北本さんはい、JR 札幌駅からは8キロほど離れている札幌の貨物ターミナル駅です北海道を発着する荷物の多くがここを経由しています 暗くなりまして構内には明かりが灯されるようになりましたそしてすでに到着していた荷物のものだと思うんですけれどもコンテナの積み下ろし作業は現在も行われていましてそういった作業はストップはしていないようです一方で私の見える範囲で作業員の方が直接貨物車両の確認や点検作業をしている様子というのは見られません 駅構内で働いている人によりますと構内は今は比較的落ち着いた雰囲気になっているということです。 ただ全ての JR 貨物の列車がストップしていますから物流には大きな混乱が起きてしまいます JR 貨物によりますと今は秋の野菜など農作物が多く出荷されるため繁忙期に差し掛かろうとしている時期だということですその繁忙期にはこの札幌のターミナルを1日およそ80本の列車が発着するということでそれが止まってしまっているという状況です そして食料だけではなくて私がここから見る限りでも例えば郵便だったり宅配便などのコンテナもあるわけですから生活への影響というのも大きくなりそうです。 そして今後の見通しについて新たな情報が入ってきました JR 貨物は新たに検査が必要な車両の確認をしていてその確認ができ次第今日中には再開を目指したいということです JR 貨物は新たに検査が必要な車両の確認をしていてその確認ができ次第今日中には再開を目指したいということですただ荷物が届かない遅れるなどそういった影響は続きそうです中継でした